お待たせいたしました。ただいまに会見を始めさせていただきます。本日の感染状況でありますが、55人です。この3日間でいくと46、65、55ということであります。直近1週間の平均が 68.0 ということで、70を若干切ったというところであります。それから10万人あたりの新規感染者数は 24.97 ということで、まあギリギリステージ4を下回っているということであります。それから病床の使用率 64.6%、 これはまあステージ4に当たるということで、依然として厳しい状況にあると。で、医療機関の病床と宿泊療養施設の合計が 42.1% ということで、まあ、5割以下で持ちこたえているという状況であります。引き続き県域を超えた受け入れ促進等によって自宅療養者ゼロを堅持していくという方針でございます。で、県域ごとに申し上げますと中濃県域が引き続き 100%、 それから岐阜県域が 78.2%、 飛騨県域がやはり高山西で少し増えてまいりまして 63%、 東濃が 47.8%、 西濃が 35.8% ということであります。で、この55人の内訳ですけども、まあ、概ね既存のクラスターの、関係者が陽性反応したということで増員ということであります。詳細は堀理事長からまた追ってご説明させていただきます。お亡くなりになった方が1人ということで、鏡原市の70代の男性ということでございます。自宅療養者数の全国の数字が出ておりますけれども、東京都が、最も多くて8540人、その後神奈川、千葉、埼玉、大阪と続いて愛知県が2180人ということであります。三重県がまずっと下がりますけど93人ですかね、まあ、100人前後で推移してますね。それから、1月14日に、緊急事態対策を打ち出したわけでありまして、まあ、ほぼ1週間ということで、まあ、取り組みの成果とが数字として現れるのが大体10日から20日、2週間前後ということでありますので、まあ、年末年始の取り組みが少しずつ出てきたのかどうか、それから緊急事態対策の効果がどうそれに重なってくるかどうか、まあ、もうしばらく数字を見てみたいというふうに思っております。ただいずれにしても大きいクラスターが一つ現れますと急に様変わりでありますので、いずれにしても一喜一憂することはできないと思っております。それからあと緊急事態対策下においていろんな分野で具体的にどういう状況にあってどんな課題があるかということを、まあ、意見交換をずっとしてきておりますけれども、これまで外国人関係、それから経済雇用生活再生、それから今日の午前中は観光、それから今日の夜6時間になりますが感染症指定医療機関との意見交換をやらせていただきます。明日は教育推進協議会、それからあさってはワクチン接種に関する意見交換会ということで、予定をして、おります。私の方からは以上です。それでは幹事長の読みにします。はい、読売新聞からです。中濃県域が依然として 100% ですけれども、はいはい、現在は、中濃の感染者の方は、はい、どちらの県域にこうまたいで、療養されているんでしょうか。まあ、これはその方の症状とか状況を見てですから、一律に決めているわけではありませんけれども、岐阜県域はまあちょっとまだ一時の9割台から少し余裕が出てきましたので、岐阜県域が最も近いですから、ですけど一番多いんじゃないかなと思いますけどね。はい、また、ワクチン接種に向けて、はい、一部報道で5月頃に、はい、一般の方向けの接種を始めるというのがありましたけども、はいはい、その時期については、はい、知事はどのように受け止められましたか。
いや、まあ、昨日もあの総理との会合ではそういうスケジュール的なことはですね、具体的には全く出てきておりませんし、まあ、しっかり、やろうというあの、まあ、基本的なところの話だけでしたので、また何 の, あのインディケーションも政府の方からありませんので、まず我々としてはまあその辺の枠組みがどういうふうに出てくるのか、まあ、あの国の発表を待っているということですね。まあ、ワクチン担当大臣がまだ決まったばかりですから、今精力的に動いておられますから、おそらく論点が整理できれば何がしか の連絡があるんではないかと思いますけど、まずは新大臣を囲んで精力的に作業しておられるんではないかと思います、ね、はい、その結果を待ちたいと思います。それでは各社さんお願いいたします。読売新聞の岩佐と申します。はい、感染状況に関してですけれども、はい、まあ、しばらく数字とかを見たいということですけれども、はい、まあ、一時期のこの100人とかを超えているところから、まあ、今大体その半分ぐらいまで来ているわけなんですけれども、はい、まあ、そこも含めて知事としてどのようにこう受け止めていらっしゃいますか。まあ、やはりまあ、50というのは一つの、ね、ポイントではありますけれども、まあ、それよりまだ上にあるわけなんで、全く油断はしておりません。とにかく50の下まで行くことをまず目標にしてますから、まあ、そこまで下がるのを見届けないと安心できないということですけども、まあ、一時のように、まあ、一直線にこう右肩上がりで、まあ、100を突破してですね、100台の数字が何回かあるということではなくなってきておるので、少しホッとしてますけども、やはり医療機関の病床なり宿泊施設のこのバランスをどうするかということで現場は苦労しておりますので、まず全体の母数がある程度収まってこないことには安心できませんので、そういう意味ではまあ、油断できない状態となっております。あとはですね、広報施設というか宿泊施設も含めると今 42.1% ですねという状況ですから、まあ、このレベルで60人ぐらいであればですね、自宅待機者ゼロの体制は十分維持できるというふうに思っておりますけどね。その他いかがでしょうか。朝日新聞。新聞の牧山と申します。はいはいはい、すみません、ちょっとコロナの会見の中で直接コロナと関係ないことが恐縮なんですけれども、はい、昨日もお話ありました高松競馬の話で、はい、第三者委員会を設置されるという話でしたが、はい、大枠の枠組みなどは結構困られましたでしょうか。競馬組合の事務局の方で今いろんな方に当たりながら案を作ってもらってますので、まだ私とか上がってきてませんので、上がってきたところで早急に判断をしたいと思っています。まあ、できるだけ早くスタートしたいと思いますので、どんな予測とも今週中ですと思いますけどね、はい、できればもう今日にも明日にもというぐらいのつもりでおりますけど、はいはい、今の話だと設置は今週中に、私はそう思ってるんですけど、もちろん笠松町さんとか、岐南町さんとも相談しなきゃいけませんから相談しますけども、遅らせる理由はありませんので急ぎます、はい。まあ、今のお話ですと、一部事務組合の方で、基本的には公式案の方を多分作っていらっしゃるんだと思うんですが、人選について、昨日弁護士などを中核にとおっしゃってましたけれども、知事の方で何か具体的な人選ですとか、考えていらっしゃるんですか。たまたまですね、競馬組合の、まあ、顧問弁護士さんと、県の顧問弁護士さんは同じ人なんですよ。ですから、まあ、その方にちょっと今、ご相談してるんじゃないかと思います。そこからどういう案が出てくるかということですね。そうですね、はい、まあ、今回馬券購入が疑われる人物が、まあ、10人ほどいらっしゃるいるという話なんですけれども、複数人で その内部情報を用いた馬券購入というのは、ただの馬券購入よりも非常に悪質なのかなというふうに思うんですが、これはファンの声を聞くと八百長じゃないかというような方もいらっしゃるんですけれども、知事はそういうふうにも考えないので、まあ、そういうことも含めて事実関係を徹底的に洗う必要があると思っております。去年の夏にワンラウンドやったわけですね、調査をして、でその調査が非常に甘かったと、誓約書も書きですよ、
面談もしですね、徹底調査したということで甘かったわけでありますので、もう私はもう最初から第三者でやるべきだということで、事務方でもう一度同じことやってもかえっていろんな疑念を呼びますので、もう最初から第三者委員会にきっちりやってもらうと。で、まあ、その結果を見て、いろんなことを次の対処については判断をしたいと思っています。非常にそういう、まあ、疑念がね、あるとすれば大変遺憾でありますし、またそういう疑念を払拭するだけのしっかりとした内容のですね、調査とそれから対処をしなきゃいけないというふうに思っております。最後に今おっしゃられたみたいに、秋ですね、9月から10月にかけて行われた調査が甘かったという見解ですけれども、これ甘かった原因というのはどういう点にあるんでしょうか。どうでしょう、それぞれの方が正直におっしゃらなかったと、でおっしゃることをそのまま受け止めたという、まあ、ことではないかというふうに聞いておりますけれども、そこのところも含めて徹底調査ということですね、はい、組合側としては徹底的に調査を全力を尽くしたんだけれども、非対象者の方が、真実を言わなかったということですか。そこはもう一回洗ってみないと分かりません。確たることは言えませんので、今ここで私が何も材料もない中で即断しちゃいけないので、まずはその第三者委員会で公正中立に徹底的にその辺のところは解明していただこうと思っております。はい、他の方いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では以上をもちまして会見を終了させていただきます。ありがとうございました。